こんにちは、和楽堂の方々です。11月のですね、一泊水星の方の九星の運勢、非常に賑やかでキラキラしていて楽しい場所に入りました。でここはですね、とっても楽しいんですけども、ちょっと浮かれすぎると足元すくわれることもあるかもしれません。でお金なんかもよく動きますので、その辺について少しお話をしてみたいと思います。まずですね、日付ですね。日付は11月の8日から12月の6日までの1ヶ月間。で、場所がですね、打球といって、この中段の右の端ですね。ここに入りました。で、この場所がですね、七赤金星が本来いるべき場所。で、七赤金星はもうとっても賑やかでキラキラしていて、光り輝くようなところがあるんですね。で、楽しいことが大好きで、で音楽とかですね、踊りとか、まあ、習い事なんかにも非常にこう関わりの深い場所というふうに言われていますので、まあ、技芸なんかにも深い関わりもある場所というふうに言われていますね。で仕事とかですね、そういう趣味なんかでもですね、意外と充実していて、それの成果がしっかりと形になったりする。で本当楽しいことに関しては非常にこう力を発揮する場所ですので、アクセサリーとかですね、あとは宝飾関係、お金なんかも結構動いたり、身の回りでうろうろしますので、いい思いをしたりする可能性も高いです。であとは男女の関係でいうと、恋愛関係が非常に動きやすかったりしますので、恋愛関係の結婚なんていうのは、こういう時に意外ときっかけが生まれたり、恋愛感情がしっかり育ったりするような、そんな場所でもあるんですね。年齢が高くなって、あまりもう恋愛のことはもうそこそこでいいわという方は、趣味とかですね、楽しいことがどんどん賑やかになってきて、そういうのが仕事に結びついたりもしますので、意外といい場所ですね。でここに悪いエネルギーが11月入っていないので、月の動きとしては賑やかで、この場所の影響を素直に受けるような形になると思います。たださっきもちらっと最初のところで言ったんですけども、やっぱり賑やかで楽しいと浮かれちゃうんですね。ではしゃぎすぎて足元おろそかになって転んでしまったり、足元すくわれるようなことを注意することと、あと当然お金がつきまといますよね。楽しいことなんかが多いわけですから、出費に注意ですね。自分 の許容範囲を超えるようなお金の出し方をすれば、やっぱりこうちょっと嫌な思いをする可能性もありますので、その辺だけ少し自重しながら楽しんでいただくような、そんな一月を考えていただきたいと思います。でこの打球が終わるとですね、7番目の場所ですから、今度は8番目の場所に行くんですね。オレンジ色でゴン球という場所ですね。12月です。ここもですね、悪いエネルギー確かついていないと思いましてね、12月、悪いエネルギーがついていないですね。ただここは非常に注意しなくちゃいけないことがいっぱいある場所なんですね。なぜかというとですね、まあ、月の動きだからそんなに強烈とは言えないんですけども、激変させる、それまでの暮らしとかやってることを激変させる可能性があるというふうに言われています。まあ、絶好調の人はドーンと落ちるかもしれないし、何をやってもダメな人はドーンと上がるかもしれないような、そういう劇的な変化を見せてくれるような、まあ、きっかけですね。変化の種が身の回りに非常にこう出やすいんですね。だからしっかりと見極めていい方をつかまないと、思いもしない嫌なことを味わう人がいっぱいいたんで、ここに今日っていうふうに、ね、書いてあるような、で変化で今日なんていうと油断できないなというふうに、そういうふうに頭に入れていただきたいと思います。で12月、その悪いエネルギーついてないですから、一生懸命考えて普通に暮らしていれば、そんなにひどいことにはならないと思います。ちゃんとした選択をするということですね。見極めるということです。それが終わるとですね、今度1月ですね。1月は利休、紫色でいきましょう。8が終わったので9番目の場所ですね。この紫の場所に行きます。でここは物事がはっきりしやすい目立つ場所なんですね。ですから12月に選択したものもすぐ出ちゃうような、意外とこうつながりが非常にはっきりしてるんですね。12月にゴン球で選択したものが11月になると利休ではっきりと見えちゃうので、あ、先月もうちょっとこういうふうに選べばよかったななんて後悔することがあるかもしれません。でちゃんとしたものを選んだ人はそれが見事に形になって、あ、よかったなと思うシーンも出ます。
そんなふうに激しい変化の影響がここには出ますので、ただエネルギー自身はありますのでね、いろんなことをやったりするのにはまだまだこうエネルギーにもう守られていますので、やりにくいということはないと思います。ただ物事がはっきりしやすいという点は、自分がやったちょっとマイナスのことも見えちゃう可能性がありますので、そこだけ意識してしっかりとガードをしていただく。身の回りをしっかりと見せたくないものはしまっておく。そのぐらいのことをちょっと考えていただくとだいぶ違うと思います。不用心に全てを晒してしまえば、晒されやすい場所ですので、晒してしまえばますます見えやすくなって、ボロボロとこうまずいものが出る可能性があります。まあ、いいことを積み重ねている人はね、それが評価されるだけですので、十分それを理解しながら、前に進む力に変えていただきたいと思います。で、今いろんないいこと悪いことがありそう、変化があるなんてことを言いましたけども、全てが命運ですね。命と運と書くその命運、その人そのものに影響を与えるわけですから、その命運をしっかりと作り、ちゃんとした暮らし、人生を歩いている方にはどうということのない、そんなことでも命運をおろそかにして暮らしをちょっとね、堕落した暮らしをしていれば弱い体制生活の背景になりますから、そういうところにちょっとした悪いエネルギーが来ると大事になってしまうんですね。で、いかに普段が大事かということをちょっと頭の隅にいつも言ってるんですけども、入れていただきたいなというふうに思います。これが大体月の動きですね。ただその月の動きが影響を与える1年の動きの背景ですね、これ青い印で入れていきましょうね。1年を通じてはですね、変なとこ入っちゃいましたね、青い印が。この枠ですね、困窮というですね、非常に地味なんですけど大事な場所なんですね。どういう大事さがあるかというと、物が生まれる、物を産み育て育む大地の星という自国同性が本来いる場所ですので、着実に物事が成しやすいというか形にしやすい場所なんですね。で、一見派手じゃないんですけども、とても先々行った時に、背景をしっかり作って、足りないもの必要なものを揃えていくということですから、非常に重要な場所ということですね。で、去年2022年が物の始まりの場所、動きにくい緩急という場所にいましたので、今年の困窮まだ少し残っていますので、足りないなというものをしっかり身の回りに用意をして、その先へ進む時の大きなこうエネルギーに変えるようにしていただきたいと思います。でですね、この一泊が終わった後でですね、ちょっとこう色を変えていきます。グレーにしていきましょうか。2の次、来年2024年は新旧という、ちょっとこう黒っぽく見えますけども、中段の左へ入るんですけども、ここは本来エネルギーに満ちていて非常にいい場所なんですけども、来年はちょっとまずいんですね。台風と言われている暗検察が来ますので、暗検察が来ると少し動きにくいんですね。向こうからいろんなものが邪魔をして、どん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 自分の方に来る可能性がある、そんな風なエネルギーですので、来年はちょっと心して調子が良くないかもしれない、いろんなものが自分の思ってもいないようなことが来るかもしれないから、少し心構えをして、それに対するいろんな準備をしようと、そんな風に考えていく必要があると思います。だから今年が意外と大事ですよね。その来年2024年がちょっと本来はエネルギーに満ちていてやりにくいのに、向こうからいろんなことが来る可能性があるということを今ちょっと分かったわけですから、今年残ったあと何ヶ月かありますけれども、その間にしっかりと自分の身の回りに必要なものを揃えて、心構えを整えて、ちゃんと向かい合えるようにしておくということが、軽くしたり普通に暮らすことができる大きなきっかけを生んでくれると思います。で、悪いエネルギーが来ても命運に全て影響を与えますので、普段からしっかりしている人にはどうということはありません。多少嫌な思いとか乗り越えるべき課題が与えられることはあるかもしれませんけども、ちゃんとその自分が行ってきたことの、結果としてしっかり生きていくことができるわけですから、その辺が本当にいかに普段の暮らしが大事かですよね。その辺も少し考えていただければと思います。で、その新旧が終わった2025年ですね、今度はいいですね、ちょっと明るい色にしておきましょうかね。緑色にしましょう。この村丘という非常にいい場所に入りますので、2024年さえしっかりとうまくクリアすれば、2025年はいろんなものがどんどん縁が巡ってきて、物事が整うといういい場所に入りますので、そんなに心配する必要はないと思います。
まあ、2024年ですね、年を通じては。でその1年を通じてちゃんとこう自分が思ってる方にしっかり進んでいけるようにですね、月の動きもちょっとずつ加えながら、まあ、参考にしていただければ、少しでもこう前に進むとき、自分の人生を作るときのやりやすい形が見えてくるんじゃないかな、そんなふうに思います。まあ、大きく復習してみましょう。簡単にね、10月は座休に入っていて賑やかで楽しい。で次の根休に入ればいろんな激しい変化の種があるので、冷静に見極めていい変化の種を捕まえる。でその次1月に入れば、12月がその根休でしたね、1月に入れば離休に入って物事が非常にはっきりするので、まあ、その前にやったことがちゃんと形にもなりますから、まあ、つながる姿で意識していただきたいと思います。で、1年を通じてはその背景に根球というものをはっきりと形作るのにいい場所に入ってます。地味ですけどとても大事なので、残りの与えられた何ヶ月かを大事に使っていただくと。で、2024年ですね。2024年はちょっと台風が来てると。本来は非常に前に進むのにいい、スタートさせるのにいい、エネルギーに満ちてる新旧に入ってるんですけども、なんかちょっと邪魔されやすいんですね。向こうからいろんなものが来るかもしれないので気をつけましょうと、備えましょう。で、それが終われば2025年は非常にいい場所に入りますので、2024年が要注意の大事なところになるということですね。そこを無事に乗り越えるために、あと残った月をしっかり動かしましょうと。そういう形で一泊水星の方は頭の中に入れていただいて参考にしていただければいいと思います。で、あとはですね、残った星の方は順次また配信をしていて、11月になれば今度2024年の1年を通じての星の背景もお話をしたいと思いますので、その辺に目がけてゆっくりと進んでいきたいと思います。で、チャンネル登録してくださる方は1000人を超えて、やっとこうスタートに立てたような気持ちになっていますので、これからもどん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 皆さんの役に立つ、そんなお話を動画にして配信していきたいと思いますので、またぜひよろしくお願いしたいと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またこれからどん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 つながっていけるように、続いていけるように、チャンネル登録の方とかいいねなんかを押していただけるととっても励みになりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日は失礼いたします。